それではただいまより税理士、財務諸表論のガイダンスを始めます。このガイダンスはですね、前半が、税理士兼財務諸表論初学者のパーフェクト講座、後半がですね、受験経験者またはもう独学で日照簿記検定1級、全勝はダメですね、全国経理学校協会、まず略して全経上級ですね、合格している人、まあ、いきなり過去ね、上級講座を受けてもついていけると、まあ、そんな形の人を対象にした上級講座のガイダンスを始めたいと思います。担当は並木です。これからパーフェクト講座上級講座、担当するのは私並木ということですね。もちろん、最近は簿記論やらずに財務諸表論のみということで、説明も財務諸表論のみと。でも簿記論と財務諸表論というのは急に硬い話からね、柔らかい口調になっちゃいましたけれども、くっついてんですよね。ではまず、私のレックの財務諸表論としての、ガイダンスとして説明をします。今映しますとね、こういうパンフレットがあります。2024年向け合格目標の税理士で、まずは会計2科目からと書いてありますね。で、税法はですね、税法科目っていうのは、まあ、旧税法試験ではあるわけですけどね、レックではここに書いてある4税法、まあ、これは実務でなくてはならない4税法を実施しているということですね。この中から3科目を合格すると、税理士に登録ができるということですね。その間ね、まあ、ちょっとね、税理士として職業をやる場合には、まあ、ガイダンスですからいろんなことも含めて、2年間の実務経験を必要とするということですね。私も合格後ですね、会計事務所、私のにも先生がおります。その先生が大学退任後ですね、事務所を開きまして、そしてちょっと人手不足の折もありまして、詳しい事情を話すと怒られちゃうから、3年間ほど手伝ってくれっていうことでね、手伝いましたけどね、まあ、意外とですね、パソコン入力で仕分けなんてね、また税務申告書っていうこと以外はですね、昔は私ね、自分の祖父父親、祖父が亡くなって2年後にね、父親が亡くなったもんですから、掃除相続なんてね、相続税の免除特例があるんですけどね、まあ、そんな形でやった時代はですね、だから相当前ですけどね、手書きで全部書きました。今は会計ソフトになってますね。だから実務と今試験での違いっていうとね、パソコン使うか使わないかぐらいで、非常に税理試験は実務に近いということですね。そして肝心の会計2科目という、今ね税法のガイダンスではありませんから、会計2科目っていうとね、簿記論と財務諸表論があります。そのパンフレットの16ページ簿記論財務諸表論とありますね。これは必須科目ということで、税理士、最終登録するためには絶対に合格しておかなければならない科目であると。で、そのうちの財務諸表論については私が担当するということですね。で、簿記論と財務諸表論は、切り離せない。で、私がもう20年ぐらい前にですね、レックで
墓材横断コースというのを作りましてね、上級者対象にしたんですけどね、それから15年ぐらい私担当していましたが、今こちらの写真に載っている富田先生の方が、名前を変えてですね、担当をしております。まあ、要するに私が気がついた着目点というのはですね、簿記論と財務諸行論を切り離さないで一緒にやって同時に2科目合格しちゃった方がいいんじゃないかと。とは言ってもですね、やはり大変です。簿記論の計算の量、財表の理論の量、それをこなすっていうのは大変だったので、1年目だけはね、テキスト作りも私忙しかったので、上級者、受験経験者がある人のみ対象に講座を開いた。すごい合格率でしたね。さすがにみんな一生懸命やってくれたんでしょうね。教室講座でしたけどね、 50% ぐらいの合格率が出ました。私の座標をちょっとね、自画自賛しておかないとね、ガイダンスですから自画自賛が必要です。座標の合格率の最高は20人教室にいまして、これは特別なね、これちょっと大学じゃないんですけどね、大学院の方の特別校、特別教室、特別特殊な、忘れちゃったな、特進クラスっていうんですかね、もうやりたい人だけ集まりまして、で20人中16名が母材両方受かったというね、すごい合格率の時がありました。これ山も当たったとかね、試験は運とか不運 あって運がね良かったんですよね。まあそういうこともあったということですね。今はね、会計基準なんてね、新しいのが増えましたので、やることが多くなったので、合格率 80% はちょっと、夢かなと思いますけれども、50% には近づけるように努力はしていきたいと、まあ、そんな形のガイダンス、ではまずですね、こんなこと言いました。簿記論と財表はですね、一緒にやっちゃった方がいいんじゃないかということですね。その理由というのをまず書いておきますとね、これガイダンスで書くときにはただね、説明のために書くだけで配るわけではありませんので、会社の1年間を会計期間と言いますよね。今実務では4月1日から3月31日がその1年間であると。で、今説明というのはですね、簿記論と財表の違いなんですけれども、私のもし、講義を申し込むなんていう方がいると、今板書に、板書的なものにね、これが本当の板書で配る板書として書きますので、重複する、講義は結構ね、同じことを何回も喋って覚えてもらうっていう方法を取っておりますので、今書いてることも、通常の講座の中で説明する内容と、その一例ですね。簿記論と書かずにですね、なんで論でつけたんだろうなと思うんですけどね、学会なんか行くとみんな言ってますね、簿記でいいじゃないかと。税理試験は論とついてますね。こういう書き方をしました。1年はオリンピックのあるウルード州を除くと365日です。簿記というのは帳簿記入の略語であるというね、そういう自分の本もそうやって書いた時がありますけれども、産休の本を書いた時にはもうちょっと産休なのに突っ込んで、産休の本は突っ込んのがいいんですね、優しいから。簿記っていうのは英語でブックキーピングである、ブックキーピングを20回言ってごらん頭の中で、なんてね、簿記になるってね、ブックキーピングという英語がなまって簿記になった、で当て字がこの字になったというふうに言われる説の方が有力だそうです。学会でそのように発表している先生がいらっしゃいました。本当のことは定かではないという結論を言ってましたけどね。
で、簿記論というのはこの帳簿記入、365日の仕入れ売上、その他、従業員に給料払ったりとかね、広告宣伝したりとかね、まあ、長々となっちゃうからこのくらいにして、さまざまな記録、もう今聞かれている人は簿記検定3級程度は知ってると思いますので、資産負債、増減があったら帳簿記入をする。その帳簿記入の技術が世界の会計を統一するなんていうんでね、こんなのがあります。企業会計基準っていうんですけど、ぜひ財表の時には私、本も宣伝でもさせてもらおうかななんて思ってますけどね、初めての会計基準なんてね、これ世界の会計を統一、いろんな処理がね、不統一だったものを統一する、共通化と言いますけどね、コンバージェンスなんて言います。ここが試験のメインになってるんですね。これについての仕分けを記入しなさいとかね、そんな形で簿記というのがあります。その他ね、観光として観光慣習の、仕分け、仕入れ繰証、繰証仕入れなんて聞いたことありますよね、そういった減価償却とかですね、そういったものはできるかどうかっていうのが簿記。365日の記録を取る期中取引ですね、これを記録するのが簿記であると。で、それに対して決算日1日とは言っても、決算日から早い会社で上場企業ね、2週間、普通の会社は1ヶ月ぐらいかかります。BS 貸借対照表ですね、これガイダンスだから略語を使わせていただきます。それから PL 損益計算書、その他ね、株主資本と変動計算書、付属明細書などとかですね、まあ、試験に出るのはこの BSPL なんですけどね、これらを作る。で、これを何というかというと、財務諸表というわけですね。で、理屈も含めるから論とつけたわけですね。どうして売掛金から貸倒引当金を控除するの、その理由について述べよ、理論も出るということですね。ですから財務諸表論ということは、簿記の結果を受けて集計した結果を書類として、会社法ではね、財務諸表と言わずに計算書類っていうんですけどね、計算書類論っていうのもなんですから、広い意味では財務諸表論。財務諸表というのは決算日に公表、決算日の日にちで公表する貸借対照表、損益計算書の計算問題はこの作成の仕方。ですからこの中でね、貸借対照表でいうと流動資産固定資産区別できてますかとかね、科目は適正な科目を用いてますかと、法律で定められた科目を用いてますかとかね、売掛金買掛金とかですね、借入金なんかは、1年以内に返済するものは短期ってつけてますかとかね、1年を超えて、決算日の翌日からなんですけどね、1年を超えて返済するものは長期借入金とつけていないと不正解ですよ、金額があっていても。だ、財務諸表論というのは金額と科目があって正解となる。で、それについての理屈を学ぶ、これはね、どうしてこんな処理するのか、これが論の理論ということですね。ですから簿記論と財表とは切り離せない関係にあるから、まあ、同時にやっちゃってもいいということですね。で、ここでね、まあ、一つの例え話なんですけど、簿記論だけ受けるとね、私が財表やるから財表受けてくれっていうようなふうに聞こえるとよくないので、先に言っておきます。そういうわけではありませんからね、簿記論だけ講座を受けると理論がないので財務諸表論を受けられません。
財務諸表論だけ受けると、共通論点として簿記論の計算を、先ほど映したね富田先生という方が、やってくれます。ちょっと私が、いなくなります。ということは計算と理論両方やるってことですね。だから下手すると準備運動で午前中、9時から簿記論、財表受験し講義しか聞いてないけど、午後の、財務諸表論のついでに簿記受けられる、これが財務諸表論ですね。過去にね面白い人いましてね、私の財務諸表論聞いてるわけでしょ。それで言いながらね、連絡、12月ですね、合格発表の時にもガイダンスなんてあったんですけど、その時にね、最近出席してませんけど、先生受かりました、おめでとう。そしたら最後に一言、申し訳ありませんで、受かったのに申し訳ありませんはないだろうっていうね、簿記論が受かっちゃいました、だからバカ野郎って言ったわけですけどね。で財表は当然に落ちたということなんですけどね。何に財表やっておいて簿記論が受かるとは、もう言い方がないくらいね、不届き者っていう感じでしたね。 でもまあ試験というのはね、午前中頭が冴えてとかね、知ってる計算ばかり出たとかね、まあいろんなことがありますからね。でも僕も受かったことに対してはおめでたい話でね、だ翌年財表軽く受かっちゃいましたね。まあそういうこともあるということですね。中にはつわものでね、財表だけで両方受かっちゃったなんていう人もいます。まあ簿記論財表両方やりたい人はですね、時間があればですけどね、相当大変ですけど、簿財横断コースっていうのは昔の名前、プレミアムコースって言ったかな、まあパンフレット見てください、そちらの方ね、で財表にまた、簿記論と財表の関係をこうやって説明しておいて、これは配るものではありません。また講義受けられる方はこういう説明をね、もうちょっとゆっくりやりたいと思いますけども、財表の私の講義の方針について説明をしたいと思います。大体ですね、講義は毎年次の、毎年8月の初旬、1週目2週目あたりの火曜日から簿記論と財表の本試験が始まります。その1年前の9月ぐらいから受験勉強が始まるということですね。で今私が持っていることはこうやってね、ウェブで私の目の前にはカメラがあってね、モニターを見ながら私は講義をしているわけですけれども、今はガイダンスだから説明をしているわけですけれども、それでですね、共通論点って先ほど言った、簿記論財表ともね、現金の処理とかですね、売掛金や買掛金の処理とかですね、そういったものに関しては共通的なもの、まるっきり共通なので、共通論点として私がいなくなって、簿記論担当の富田先生という方がやると。簿記論の講座の中に財務諸表論の講座を組み込んでいくということですね。まあそんな形でですね、1回2回3回4回って講義が進んでいくわけです。それで全52回があって、全52回っていうのはだいたい4月くらいという目安ですね。ちゃんときちんと聞いた人はだいたい4月の中旬から下旬ぐらいに全部が、自宅に配送されてきたものを、テキストと一緒に講義を聞くという感じですね。でも52回ということなんですけどね、私の講義の方針とともにお話ししますと、1回から10回ぐらい終わりまで終わりますと、1回目でやった講義の内容もですね、まあ、ちょっと1回目はまあガイダンスだからそんなに出ませんけどね、2回目ぐらいからは本試験に出てもおかしくないような内容を講義するわけです。で3回目4回目は当然同じですね。で10回目になりますとね、時々10回目ぐらいとかね、キリのいい15回目とかね、なりましたら私の方で一言言います。3回目にやった何々についての計算問題覚えてるとかね、理論理屈、売上高の売上高を仕分けするタイミング、
収益の認識って言いますけどね、それについてやったよね3回目になんてね、すると覚えてないとこうよく来年の山かもよとかね、あの山の話もよくしますけどね、すると忘れた。で一時ウェブ上でビデオ上ですからね、最近私教室講義サボっておりますので、まあでも問いかければ頭の中で答えが返ってきますよね、あ忘れているかもしれないっていう程度ですね。つまり一つの講義の方針としてはですね、講義をやりながら気がついてもらう、何に忘れたことに、つまり1回から10回までやりますと、2回目3回目4回目にやったことをどん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 記憶が薄らいでいくっていうことですね。これは20回やったら30回やったら40回やったら、さらに、過去の10回目20回目が記憶が薄らいでいく。試験というのは52回やった全てが均等に出題される可能性が高いわけです。特に最近のボリュームのある試験、最近ボリュームがあるんですよ、すると、10回目にやった内容だろうと20回目にやった内容だろうとね、出題されると配分される得点は同じだということですね。まあ、そんな形で1、知識の均等化を目指すというのが私のパンフレットと読んでいただければ、あウェブ用の方が書いてあるかな、ウェブ上に、私の講義の方針、レックのホームページ見ていただいてね、講師紹介欄見ていただくと書いてあります。すべて言い足りないことをそちらの方で読んでいただければと思います。そして知識の均等化を目指す、できるだけアドバイスしながら、今計算やっておいた方が合格高く合格の可能性高いですよとか言いながらね、講義を進行していくっていうことですね。そして52回が終わりました。すると当連も8回あります。そこまでにで最後の当連なんか本試験レベルです。つまり過去問が解けるレベルに達しているはずなんですね。ですから直前期と言われるのが5月から7月までの講義なんですね。で直前期の最初に過去問解放力、過去問が解ける能力があるかどうかということを確認をするということですね。で過去問を解けるんだったら、じゃあもう次の講義いらないじゃないかって、直前の講義いらないじゃないかってね、直前は当連が非常に多いんですけどね、講義より当連が11回、公開模試入れると11回ありますからね、公開模試入れて10回ですか、でもそれ3回ずつ解き直しがね、理想は5回ですよ。その2時間5回解き直しなんてすごい時間食いますよね。それに今チャレンジしようと思ってガイダンスを聞いている人ばかりだと思います。税理士受かると、定年ありませんからね、ちょっと余計なこと言いながらモチベーションを上げて、まあ元へ戻りまして、1、知識の均等化を目指す、2番目、過去問が解ける能力があるかどうかということをチェックするということですね。で過去問が解ける能力があると、レックの方で問題集は直前過去問も全部ね、数年分5、6回分ね、テキスト直前問題集とかに入れますので、過去問が解ける能力があるかどうかという確認はできます。過去問を解けるよっていう人がいたとしたら、次3番目、3番目はですね、最近はボリュームがあるって言いました。試験時間2時間です。理論も含めて計算も含めて、材料の話ですね。最近ボリュームがあるとね、過去問は解ける、知識はある、しかしながら実際の当連過去問レベルで当然やるわけですけどね、はいやめとは言いませんけど、自分でね、キッチンタイマーかなんかで測って2時間ピーピーピーっていう時に、あなんだよ問題の3分の2しか終わってないよってね、つまり過去問を解ける能力があっても時間内解放力、スピードが足らないってことですね。ですから直前期というのは、あんまりいい言葉じゃないのかもしれませんし、受験上はいい言葉なのかもしれませんけどね、ある論点の解き方に関して、なんかいろいろ作業してね、
こんな表を書いてどうのこうのをやるってやると5分から10分で答えが導き出される。ところがテクニックというある方法いろいろ発明しました、電卓、私ここに電卓あります、電卓のメモリー使ったりとか電卓の機能をフル活用するんですね。なんだ5秒で終わるじゃないか、実践してみせますからね、すると直前期は時間を短くする、2時間以内解放力って受験雑誌とかね昔ね、今ウェブ上になっちゃいますけど、ね、会計人コースなんて雑誌がありましてね、それに二十何年書いてましたので、最後の終わりの言葉も書きました。それほどなんかずっと書いていたということですけどね、そういう今ウェブ上ですけれども、ちょっと有料記事とかそういう時には書いてますけどね、そういう雑誌ではよくね、2時間以内に解けないと試験受かんないよっていうね、だから2時間以内に解けるスピードを身につける、その身につけることをテクニックを身についたかどうかっていうことですね。で最後に試験に臨むにあたっての精神力、緊張とかですね、これ今大リーガーなんて大谷選手なんてね緊張してんのかなってね、昔は私の時代は長嶋茂雄になって王貞治なんてね、ちょっと古すぎますかね、そういう選手ね、緊張が大好きなんて言ってる、そういうのが大選手になるんでしょうけどね、緊張がなきゃうまくいかないよってね、そういう精神面についての語るっていうのが直前の最後の講義になるっていうのがパーフェクト講座ということですね。だからパーフェクトなんていうと完全って言ってもね、私も完全な人間じゃないですけれど、ただそれを目指して講義はするつもりです。これがパーフェクト講座ということですね。全部語れないところはですね、パンフレット16-17ページ、特に17ページに財務諸表論について書いてありますので、でここでパーフェクトについての説明は終了しまして、次に22パンフレット22-23ページ、上級講座っていうのはあります。上級講座ですね、上級講座について、これは受験経験者、または先ほど言ったね日商一級とか全経上級が合格している人はついていけるんじゃないかっていうことですね。で上級講座はですね、計算の講義っていうのはほとんど理論中心にやります。と計算が合否の要じゃないかってね、今上級の人に問いかけてるわけですね。パーフェクトの説明終わったんで、するとそうじゃないんです。上級講座というのはですね、理論を中心にやるわけです。理論ってすごく忘れやすいんでね、でその中でちょっとスピードが必要なんですけどね、全範囲を、講義の中でこなしていきます。きっと8回ぐらいで、400ページぐらいのテキストを講義するんじゃないかなと思います。ただ上級講義は3時間ありますけどね、で計算に関してもやりますよ、やりますけど、もう本当ねワンポイントまたは、普段やらなかった、その年の、2024年に出題可能性のあるものに絞ってやるって感じですね。じゃあ通常定番の、今聞かれてる人は上級受けようかなっていう人が聞いてるので、現金預金、受け取り手形売掛金、その貸し倒れ引当金、減価償却の計算、退職給付引当金、退職給付費用、資産除去債務が出たらどうしよう、減損会計が出たらどうしよう、でこういう計算ですね、計算に関してはパーフェクト講座で使った、もしね、上級受けようという人が前年度レックでパーフェクト講座を受けていたら、その新しいパーフェクト24年版のパーフェクト講座の当練を開放講義という形で8回を4回に分けて解説をします。そこで計算を取り戻してもらう、理解、計算の忘れたところを取り戻してもらう、でその他上級当練というのがあります。それは4回ありますけどね、これもパンフレット22ページ23ページを見ていただくとそういうことが書いてありますので、理論計算でね、
もう本試験レベル1回本試験受けたわけですから、それで何点ぐらい取れるかってね、挑戦してもらう。だから答練尽くしですね。で、答練の時に忘れていた計算を、得手不得手のある計算を区別して、あ、これが不得意だからダメだったんだと、だからこれについてね、今日は貸し倒れ引き当て金苦手だったの気がついたから、今日一日貸し倒れ引き当て金の日を作って、答練の問題で、今まで持ってる答練の問題全部、上級答練をやりますとね、12回の4月までに12回の答練、5月から10回の答練が集まります。だから苦手のところだけを抽出してね、そういうふうにやると、欠点が補えて合格に近くなる。 100% 受かるって言いにくいのでね、だから受かる可能性は高くなるということですね。だから、受験の技術、好きなものを伸ばすっていう手は趣味です。しかしながら受験に関してはね、苦手なところを克服していく、これが合格するコツですね。ちなみに私、各種会計以外の試験もね、遊びの試験も、遊びの試験ってゴルフですけどね、プロテストまで受けちゃいましたけど、試験大好きじゃないんですけど、ついムキになっていろんな試験に挑戦しちゃうわけです。その時に気がついたことっていうのをですね、特に上級講義の中では説明を、講義の中に織り込んでいきたいと思います。私だって全勝全勝、全戦全勝じゃありませんからね。言い方変えると、1回目失敗して2回目受かって、で資格が取れてるっていうことですよね。で、失敗の経験というのはね、すごく次に役に立った、そういう経験を話していくのが上級講座だと思っていただければと思います。宇宙兄弟ですとかね、本気の失敗は価値がある、ああ納得だって、本当だよなって、失敗の経験から学ぶことってすごく多いですよね。もちろん成功することに、1回目から成功することがね、最良ですけどね、失敗したら失敗した経験を生かすのが、やはり次の成功に、を導くコツであるということですね。だから上級の人は計算をね、答練で思い出していただいて、理論はもう積極的に、もうゼロ理論みたいな形でね、講義をしていく講座である。で、その他ね、精神面について、今言ったようなことを語っていく講座、これが上級講座です。だからもう長々とね、上級講座について、ガイダンスすると、ブチって切っちゃうと思いますので、ガイダンスはガイダンスで面白くありませんから、そんな形で、やっていきます。で、もうパーフェクト講座ね、受ける人は上級の方に移った時にもう見るのやめてるかもしれませんけどね、それでもいいです。上級の人が聞いていれば、会計というのはですね、年々改正があるんですね。で、また、近年ですと収益認識に関する会計基準とか、新しい会計のね、システムと会計の基準がね、世界基準としてどんどん増えていきます。で、2024年は今のところね、新しい会計基準、私も学会とか会計基準委員会とかね、ちょこちょこって顔出してっていうと情報が入ってきます。あ、いくら試験員の先生が後輩で知ってたって言ったってね、試験問題を聞くことは当然できませんし、するつもりもないし、したら私はここにいられません。まあ、そういうことで、ただ一つ最新の情報はね、会計どん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 新しい分野がね、新しいことが理論でも計算でも入ってきますから、そういうことは特に上級講座の方は、お伝えしながら、テキストもね、河野と園は去年との会昨年を知らなくてもね、改正点であるとかね、そんなことを、説明しながらやります。これね、パンフレットでいうと25ページの冒頭にね、こんなことも書いてあります。最新の改正対策、試験員対策、の行いますよっていうことですね。だから、近年こうね、税法改正は4月は当たり前のように改正されますけどね、もう消費税はね、インボイス企業研修何社行ったろう、5社ぐらい行きましたかね、まあこれは税法関係ないけど、会計に関しても収益認識でね、私も
某、会社は25年も金融研修やったりね、国の経済産業省でも20年ぐらいやっております。そんな形でですね、最新の知識を、伝えたいと思っております。まあ、このくらいにしておきましょうかね、ガイダンスですから。あとはどういう時に講義があるかとかね、あと回数はどうなってどういう組み合わせなのかっていうのは別の冊子でね、こういうのがついておりますので、ここの中身に大切な受験料の話とかね、こういうの全部入っておりますので、これは、私が長々と説明すると時間かかっちゃいますから、各人にお任せいたします。パンフレットの後ろの方にね、会計大学院の話もありますね。大学院行きますとね、2科目だけ科目免除が行われるっていうことですね。私は、長い間、具体的な名前を言うと今レックにいますから、そうだね、箱根越えをするリレーがありますよねなんてすごい抽象的ですけど、そこで突然飛び出した、昨年は敗れましたけど、大学に、順とつく教授になるまで20年ぐらいいましたかね。まあそんな形で今別の大学にいますけどね、まあそんな形で、特に専門職大学院にいたんですね。で、専門職大学院っていうと公認会計士を目指す人が7割、3割はですね、科目免除を狙って、大学院に来る、そういう人たちも見ております。ですから、まあ、そんな形でですね、もし、科目免除、まあ、とにかく合格してから税理士の実務っていうのは勉強するもんです。私も相続忘れた頃に祖父父親が亡くなってね、格好は自分で資格持ってるのに申告しないのが格好悪いからって言ったって、申告する時には最新の相続税の相続税法の条文を見ながらですね、申告しました。少しでも得になることがあるかって、まあ損得で考えると勉強するんですね。まあそんな形で、大学院行って科目をね、免除を狙うという方法もあるということですね。これ以上言うと私の財務諸表論ガイダンスからずれていきますので、この辺にしておきたいと思います。それではこれで税理士、財務諸表論、パーフェクト講座並びに上級講座のガイダンス、これを終了いたします。お疲れ様でした。担当は並木でした。